シリーズはもつれもつれ、最終戦まで来ました。今日で優勝チームが決まります。ソフトバンク対巨人、日本シリーズ最終戦の模様をお送りいたします。このゲームの解説は達川光雄さん、黒木智博さん、以上この二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてベンチ裏の情報を伝えてくれるリポーターです。はい、今日日本一が決まるということで我々も今から緊張していますが、リポートもしっかりやります。頑張ります。はい、よろしくお願いします。日本一はどちらのチームになるのか、運命の決戦は間もなく始まります。今日のゲームの先発ピッチャー和田。黒木さん、秋山監督は満を持してこの大事な試合の先発に起用してきましたね。大きなプレッシャーはかかってきますけど、これも監督の期待の表れでしょうね。チームの命運を背負い、この大事な一戦のマウンドに上がります。1回の表、ジャイアンツの攻撃、トップバッターは1番坂本、バッターボックスに入ります。さあ注目の初球、鋭い打球、入るか入るか、入ったか、低い打球でした。初球先頭打者ホームラン、しっかり捉えました。興奮のヤフージャパンドーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。1回の表、先制のホームランが出ました。いきなり試合は動き出します。この試合先頭打者にホームラン、1点先制。初回からゲームが動きます。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。いきなりの先制パッチ、先制点を奪いました。そして次の2番亀井、何から持ってくるか。初球わずかに外れてボール。インコースへ外れています。バッテリー1球2球と外してきました。3球目はどうする。この球は外れています。前に高めを打ちました。この打球はセンターです。センターフライに終わりました。打順が変わります。長野打席に入ります。最初はストライク、初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが、2球目はどうでしょう。今のはボールになります。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。今のはボールになります。日本シリーズの第7戦、もちろんどちらが勝っても日本一ということになります。まっすぐで決めました。まっすぐ打ちました。サードです。一塁に送ります。アウト。サードゴロに終わっています。バッター阿部、バッターボックスに入ります。まずは見送りました。今度は落としてきました。
まっすぐが決まりました。いきなり先制点を許しています。この球には当たりません。バッターこれは振ってしまいました。次が5球目。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ドクさん、高めをうまく使ってきました。バッター引っかかりましたよね。そうですよね。いいボールですね。一球って言いますか、跳ね上がるような感じですよね。うまくいきました。さあホークス1点を追いかけます。代わって守りますジャイアンツの先発ピッチャー澤村、泣いても笑ってもこの試合で優勝が決まります。ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏ホークスの攻撃、先頭のバッター川崎がバッターボックスに入ります。飛鳥さん、今日のバッティング練習を見た感じ、どのような印象を受けられましたか。今日もねバッティング練習見てましたけどね、確実にバットの芯で捉えてましたよ。外のボール手を出した、三遊間の当たり、ノーアウトからの同点のランナー、ヒットで出ます。さあそして2番に回ります。本田、初球です。まず大きく外れてボールになりました。バッテリー1球外してきました。2球目はどう攻める、変化球、これは空を切ります。ここはバントしてきます。取って一塁へ、これはアウトになります。ワンアウトになりました。そして次の3番内川、同点のチャンスに打順が回ってきました。最初のボールを決めました。いいところへ決めてきます。外のボール打ちました。低い当たりになった、サードライナーに倒れました。次のバッターを迎えます。徳保、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。第1球はどうか、初球インコース、枠をいっぱいに使ってきます。打っていった、セカンドランナー三塁を蹴った、ヒットになる。今セカンドランナーホームイン。まあピッチング自体に変化はないですからね。落ち着いて落ち着いて。さあ中盤の踏ん張りどころです。ここでアドレナリン出していかないと。そして次の5番カブレラ、夏川さん、バッティング練習見る限りではバッターの調子は良さそうですね。今日の練習でもね、左右に打ち分けて非常にいい状態でしたね。なるほど、左右にですよね。打ち損じが少ないというんですかね、バッティング練習を見てて非常に調子が良かったですよ。なるほど、最初は外に持ってきました。振りません、ストライク、気合が入っています。この回追いつかれています。インコース打ちました、セカンドへの打球、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ同点として守りの気分も違ってくるでしょう。ただね、流れを持っていかさないためにもしっかりと守らないといけませんよ。またビハインドになるとがっくりきますもんね。2回の表ジャイアンツの攻撃、5番からの打順になります。高橋由伸、このゲーム最初のバッターボックスになります。最初の1球、
まず外から入りました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。1対1振り出しに戻りました。2球目はどうでしょう。これはストライク。際どく攻めるのか。離れていきます。三振。ストレートで2者連続。まっすぐの球当てさせませんでした。そして次は DH ラミレス、バッターボックスに入ります。第1球、最初はフォークから入りました。外角低めのストライク。これで追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか。連続三振。左腕が燃えています。次のバッターに変わります。小笠原。第1球はどうか。真ん中打って、打球は一、二塁間、抑えた。一塁に送ります。ナイスフィールディング、アウトです。いやー、辰川さん、素晴らしい守備を見せてくれました。バッターもね、非常にいい当たりをしたんですけどね、それにしてもよく取りました。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。2回の表終了、ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。2回の裏、ホークスの攻撃開始します。この回の先頭松田、打席に入ります。初球です。変化球打ってファウルボール。次の2球目、ここはストレート。次が3球目、打ちました。左への打球です。ノーアウトからの勝ち越しのランナー、レフトへのヒットが出ました。さあ、そして恐怖の7番バッター登場です。松中、打席に入ります。どこから狙うか。ど真ん中打った。打球は左、止まりました。ファーストランナーは2塁ストップです。さあ、そして8番に回ります。長谷川、今日の第1打席に入りました。どこから行く。バントします。取って二塁へ送ります。アウト。ランナー遅れませんでした。そして9番堂上、その注目のバッターボックスです。辰川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。どこから狙うか。まず最初のボールを決めていきました。153キロ出ています。2球目はどうか。ストレート打ちました。ファウルになります。次のボール注目しましょう。
低めに外れてボール。さあ4球目、あっと高めのボール球、右へ上がった。これでアウトが2つ、ファーストフライに終わりました。そして打順は1番に戻ります。川崎、その注目のバッターボックスです。辰川さん、ここは勝ち越したいですよね。これリードできるという状況ですのでね、チャンスですよ。そうですよね。この流れに乗ってこの回に大きく勝ち越しておきたいですよね。ですね。得点まで行きたいこの場面です。初球は低いボール。次の2球目、際どいところへ決めてきます。あっとこぼしている。今拾ったかどうか。三塁ランナーが今ホームイン。2対1タイムリーヒットが飛び出した。1点を追加、勝ち越しました。1点差。そしてバッターは2番、本田。チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。まずはボールから入りました。打ってファウルです。この回勝ち越しを許しています。外、ここは追い込んでいます。2対1、ホークスがリードしています。高いボール持ってきました。いやー、黒木さん、大失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。3回の表、ジャイアンツの攻撃、8番からの打順になります。谷、バッターボックスに入ります。第1球、まずはストライク。アウトコース。今度はスライダーを持ってきました。次の4球目、前進前進、打球上がった。前に出ます。これでワンアウト。序盤で追いついていくことができるんでしょうか。打順が変わります。藤本、今日の第1打席になります。初球は最初はストライク。次のボールは外へ持っていきましたが入りません。外へ2球持っていきました。3球目はどうする。左へ。これでアウトカウントが2つ、レフトフライに終わりました。ここで打順が一巡します。坂本、打席に入ります。
最初は外のボール。これは高めのボール球、振ってしまいました。これで追い込みました。変化球打ちました。今日2打席連続のヒット。次のバッターとなります、亀井の打席に入ります。何から持ってくるか。ストレート、ショートへの打球、抑えた、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終了。ジャイアンツ得点はなりませんでした。3回の裏、ホークスの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。内川バッターボックスに入ります。初球ストライク、気合の投球を見せます。2対1ホークスがリードしています。次の2球目、速いボールできました。次が3球目、ストレート打ってショートです、一塁へ、アウトです。これでワンアウト。日本一へ序盤から有利に進めていきます。バッター小久保、バッターボックスに入ります。どこから行く。まず空振りが当たりません。今日はストレートが伸びてきます。2球目はどうでしょう。今のはボールになります。スイングして空振りです。ストレート154キロです。さあ4球目、これはボールになります。さあ何を見せるか。この球は入りません。さあフルカウントになった。ストレート打ちました、左へ行った。どこに投げるか。高めのボール打ちました、セカンドの前、ヒットになります。ライトへのヒットが出ました。ここで打順は5番に回ります。カブレラ打席に入ります。第1球はどうか。初球は際どいところに来ました。カブレラ2回にはビッグなプレーを見せました。ストレート決まって2ストライク、速いボールで追い込みました。外れてボール。次が4球目、空振り。いやー、クラクさん、素晴らしいストレートですよね。自信を持って投げ込んできましたよね。アウトが2つになって次のバッターになります、松田。第1球です。あっとキャッチャーこぼしました。今拾ったかどうか。パスボールになりました。
このストレートは外れています。さあ3球目ストライク。急になりました。一塁へ送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。3回を終了、ホークス無得点で攻撃を終了しました。4回の表、ジャイアンツの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。長野バッターボックスに入ります。どこから狙うか。初球空振りになりました。次のボールは追っていきます。鋭い当たり、追いかける追いかける、落ちた、ワンバウンド、抜けた抜けた、打ったバッター一塁を蹴った、中継のショートへツーベース。ここで打順は4番を迎えます。阿部、同点のチャンスに打順が回ってきました。最初のボールを決めました。2球目です。低めの球ストライク、ここは追い込んでいます。一気に来るか、バッター見送りました。次の4球目、これも痛烈な打り、取った、一塁に送ります。一塁アウト、ランナーその間に三塁へ、ファーストゴロに終わりました。そして5番バッターに変わります。高橋、その注目のバッターボックスです。松川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。最初の1球は何か、まずは変化球、空振りになります。打球はファウルになります。空振りの3球三振。ここで打順は DH へ回ります。ラミレス、その注目のバッターボックスです。どう組み立ててくるか。最初は変化球できました。2球目はどうでしょう。ここはまっすぐ、これで追い込みました。次のボール注目しましょう。外のボール、外を丁寧に攻めています。さあ4球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。今度も三振、2打席連続の三振に終わりました。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力はゴムゴムですからね、気が抜けませんよ。4回の裏、ホークスの攻撃、この回は7番から始まります。松中、最初は低め、中に入れてきました。
得点差わずか1点、ホークスがリードしています。これは変化しました。さあ1球様子を見るのか。これはボールです。高めのインコース、次が5球目、低め打って、しかし今の打球はファウルです。さあどういくか、ボールです。フォアボールです。フォアボールのランナーを出しました。打順が変わります。長谷川バッターボックスに入ります。ここは送りバント、取りました。一塁を送ります。これはアウトになります。ワンアウトになりました。そして次の9番どう、最初は見ていきます。次のボールはストレート決まってワインドワン、高めが2つ続きました。3球目はどうする、あっと強い当たり取ってツーアウト、レフトフライに倒れました。次のバッターを迎えます。川崎、まっすぐ打ちました。低い当たりになった。一塁に送ります。アウトです。華麗なプレーでした。いやー黒木さん、ナイスプレーですね。ここは勝負どころなんですよ。得点を許すとズルズルいきますからね。なんとかしてやるぞという気持ちが伝わりますよね。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。5回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは7番小笠原、バッターボックスに入ります。第1球は初球、胸元インコースに来ました。枠をいっぱいに使ってきます。外角いっぱいに決まりました。ここは追い込んでいます。高めの変化球外れました。1球外しました。次が4球目、三振、これで3人連続。そして次の8番谷、打席に入ります。何から持ってくるか。まずは初球見送りました。2球目はどうか。変化球、空振りを取ります。
ストレートを持ってきました。これで追い込みました。低めのボール打った。サードへの打球、一塁へ、アウト。ツーアウトになりました。日本一へ試合後半しっかり守っていきたい。次のバッターに変わります。藤井打席に入ります。初球はどうでしょうか。初球見送っていきます。ストレートできました。次が3球目。今度は変化球。バッティングカウントになったが、これは外へ逃げます。さあ何を見せるか。変化球で続けました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。ゲームは5回の表を終了しています。ジャイアンツ三者凡退に終わっています。5回の裏、ホークスの攻撃。バッター本田、バッターボックスに入ります。最初の1球は何か。まずは見送りました。変化球を自由自在に操ります。2対1ホークスがリードしています。2球目はどう攻める。インコース、ストレート。今のはファウルになります。ちょっと今のは危ないボール。内へのボール外れました。打った。打球はセカンドへ、一塁送球、一塁アウト。アウトです。セカンドゴロに終わっています。打順が変わります。内川、何から持ってくるか。初球簡単にストライクを取ります。勢いのあるボールを投げ込みます。決めてきました。一気に来るか。ストレート打って、今度もセカンドへのゴロです。一塁に送ります。アウト。セカンドゴロに倒れました。バッター DH 国母。まずはストレート来ました。2球目はどうでしょう。
今度は低めに持ってきました。様子を見ていった。ボール、ここは外してきました。次の4球目、バッターよく見ました。次が5球目、変化球を打っていった。3つとも同じ打球が転がります。一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さて試合は1点差のまま6回に入っていきます。ここまでいいバランスの投球内容になっています。日本シリーズ最終戦は6回の表、ジャイアンツの攻撃。この回はトップから始まっていきます。坂本、出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。どこに入れてくるか。最初は高めに持ってきました。次の2球目、高い打球になりました。今グラブに収まりました。ショートフライに終わりました。バッター亀井、打席に入ります。初球振りません。どう攻めるのか。これはストライク。一気に来るか。これは際どいが外れている。さあ4球目、低めのボール打って、この打球はファウルになります。さあ何を見せるか。前に出る、前に出る、フライになった。前に出る、前に出ます。バッターランナーはストップ、一塁に止まります。次のバッターとなります。長野、バッターボックスに入ります。最初の1球は何か。初球は手を出しません。入れてきました。おっと、バッティングカウントになった。高めちょっと外れたか。貴重なランナー、ここは大事に攻めていきたい。ここは隙あらば何か仕掛けてくるでしょうね。ベンチは何か思惑があるんでしょうか。ここで一発が出ると試合はさらに面白くなるであろうという場面です。阿部、その注目のバッターボックスです。初球は、最初はボール、
2球目はどう攻める。まっすぐを持ってきました。枠いっぱいに決めてきました。自ら得点圏にランナーを進めています。今度は外、ここは追い込んでいます。次が4球目。今のはバッターに当たりそうなボールでした。これは入りません。黒木さん、ここは当然ゲッツーを狙ってきますよね。まあゴロを打たせたいんだと思います。なるほど、ゲッツーを意識しての投球でしょうね。やはり併殺が欲しいんでしょうね。はい、狙い通りとなるんでしょうか。これはまっすぐ。さあどうだ。あっとスイングアウト。最後はバットに当てさせませんでした。この場面での一発は果たしてあるんでしょうか。高橋、その注目のバッターボックスです。その初球は低いボール。次のボールは、あ、転がった。このピンチ踏ん張りを見せました。一塁送球、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。6回の表までゲームは終了しています。ジャイアンツランナー2人残塁です。6回の裏、ホークスの攻撃。この回は5番から始まります。カブレラ、外めのボールから来ました。速球決まりました。速いボールで追い込みました。果たして3球勝負するのか。ストレート、次の4球目、勢いのあるストレート。これが今の三振です。そして次の6番松田、打席に入ります。どこから行くか。まずは初球見送りました。センターへの打球はヒットになりました。いい場面でホームランバッターに回りました。松中、その注目のバッターボックスです。初球は、まずは初球ストライク。このストレートには力があります。2球目はどう攻めた。打っていった、ライナーになった、取りました。一塁へ送ります。アウト、これでスリーアウト。6回を終了、ホークス0点で攻撃を終了しました。ご観戦のお客様にお願いいたします。バルコニーから音を落とされますと大変。7回の表、ジャイアンツの攻撃。トップバッターラミレス、打席に入ります。初球ストライク、ゾーンいっぱいに投げ込みます。
まっすぐで決めました。次の配球は三球三振。そして次の7番小笠原、打席に入ります。第1球です。まずは初球ストレート、カーブできました。さあ3球目、空振りになります。次が4球目、これも見逃し、2者連続、いっぱいに決めてきました。まだズバズバッと三振に切って取ります。そしてバッターは8番谷、バッターボックスに入ります。初球ストライクを取りました。2球目はどうか。上がりました。果たして3球勝負するのか。これも三振、3人連続、スリーアウトチェンジ。左腕がうなります。7回の表が終了、ジャイアンツ3人とも三振を奪われています。変えてきましたね。初球は初球見送っていきます。枠をいっぱいに使ってきます。得点差わずか1点、ホークスがリードしています。2球目です。ストレート打ちました。ヒットになった。采配的中、ライトへの打球はヒットになりました。ノー、バッターボックスに入ります。初球です。送ってきました。取りました。一塁送球、これはアウトです。ワンアウトになりました。打順がトップに帰ってきます。川崎、バッターボックスに入ります。初球を投げてストライク、次のボールはこれはストライク。三球で決まった。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。松川さん、
代打ですね。変えてきましたね。第1球はどうか。まずはボールから入りました。ここは1球外します。決めてきます。3球目はどうする。打球上がった。ありました。スリーアウトチェンジ。7回の表裏を終了。ホークス無得点に終わっています。スポンサーよりポータブルミュージックプレイヤーと豪華グッズが贈られます。さあラッキーなゲストの方。ホークス2番手のピッチャーを出してきます。森福1点リードの場面でマウンドに上がります。しっかり抑えてくるんでしょうか。8回の表ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター藤村。どこに入れてくるんでしょうか。最初はスライダーできました。枠いっぱいに決めてきました。2球目はどうか。ストレートできました。直球で追い込みました。外れました。低めの球。次の4球目。見逃し。打順が変わります。坂本。痛烈な打球、初球狙った。フェンスにダイレクトで当たった。打ったバッターはセカンドへ。ツーベースヒット。サイクルヒットにはスリーベースヒットだけ足りません。さあ打順は2番に回ってきます。亀井、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。どこに入れてくるか。初球は手を出しません。アウトコース打ってセカンドへの打球、一塁へ。一塁はアウト。ランナー三塁へ進めました。セカンドゴロに終わりました。ファンの期待にどうしても応えたい長野、その注目のバッターボックスです。夏川さん、一発がある期待のできるバッターに回ってきました。まあここはねホームランも期待できますからね。ですよね。第1球は初球スライダーで入りました。今度はインコースに持ってきました。次が3球目。これは外れてボール。バッティングカウントになったが、これは変化球。伸びてロッフェンスに当たります。サードランナーがホームに帰ります。タイムリーツーベースヒット。ここから攻めてビッグイニングにしたいですよね。ここに来てピッチャーの特徴を掴んできましたね。
やっとデータと実際の投球が一致し始めたんじゃないですかね。打順が変わります。阿部、ランナー帰れば勝ち越しとなります。初球はどうでしょうか。まずは遅い球から入りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2対2、この回同点にしています。外への変化球を外れました。ここで同点を許しています。変化球入りました。シュートで追い込んでいます。変化しました。しかしファウルになります。外の次は高め、打ちをつきます。この6球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。最後は外のボール空振りです。なんとか同点としてゲームを振り出しに戻してきました。追いつく方が気分的に優位に立ってますからね。この勢いを持続させていきたいですね。8回の裏、ホークスの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。内川、打席に入ります。最初から際どいコースを狙ってきました。微妙なところを攻めてきます。横へ曲げてきました。これはストレート、追い込みました。150キロです。打球はセカンドへ、一塁へ送ります。これはアウトです。セカンドゴロに終わっています。次のバッターに変わります。国保、第1球は初球から打って取りました。一塁に送ります。アウト、一塁アウト。サードゴロに倒れました。バッターカブレラ、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるんでしょうか。最初は見ていきます。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いいボールが来ましたね。そうですよね、気迫のようなものを感じますよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあ次も力勝負を挑んでくるのか。外際どい、外へ2つ続けました。これはわずかに外れました。さあ4球目、ちょっと上がった、フェアです。レフト線落ちた。あっとセカンドを狙った、狙ったぞ。ツーベース、レフトへのツーベースヒット。牽制も織り交ぜながらの神経を使うピッチングが続きます。ええ、クイックモーションの上手い下手が出ますからね。はい、ランナーの足を気にし始めると集中力が削がれるでしょうね。さあランナーを置いての登板、準備は万端でしょうか。代わりパンタイムリーなんて多いですから慎重にいかないと。得点圏のランナーをホームに返さないことが重要な任務です。期待に応えたいこの場面、松田、その注目のバッターボックスです。
初球からいった。今のはちょっと危ない投球です。今度はまっすぐできました。まっすぐ追ってファウルになりました。次の4球目外へ。次が5球目低め打ってこれもファウル。さあ6球目はどうする。外れました。この勝負の行方は。得点には至りませんでした。春川さん、ここの勝負はどうご覧になりますか。されてしまったという感じでしたね。そうですよね。黒木さんは今の投球をご覧になっていかがですか。いいですね。負けてなるものかっていう投球してますよ。ですね。力のあるボールで打ち取りました。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。ホークス、この試合2回目のピッチャー交代です。母、最終回、同点という場面でマウンドに上がります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。9回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは5番高橋由伸。まずはチャンスの芽を出していきたいところです。上がりました。しかし切れてファウル。惜しい打球でした。2対2依然同点。さあこの試合どこで動いてくるのか。次の2球目変化球できました。これで追い込みました。三球三振空振り。空を切らせました。次のバッターに変わります。ラミレス。まずは見送りました。バッテリー1球外してきました。まっすぐが決まりました。枠いっぱいに決めてきました。さあ3球目ちょっと今のは危ないボール。速いボール持ってきました。バッティングカウントになった。今のはボールになります。さあ何を見せるか。今度もきれいに落ちました。この球は外れてフォアボール。ここでフォアボールを与えました。さあジャイアンツファーストに代走を送ります。今度は塁についています。下位打線に回ります。小笠原バッターボックスに入ります。第1球はどうか。まず変化球を見せてきました。
これも落ちた。いきなり2つ落としてきました。フォアボールでランナーを出しています。ファーストランナーがスタートします。盗塁成功。やはり辰川さん、ここで走ってきましたね。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。その警戒をかいくぐってですからね。でもこの足があればね、チームは助かりますよね。ですよね。スイングアウト三振。ボール球に思わず手を出してしまいました。次のバッターとなります谷。このチャンスは生かしたい。勝ち越しのチャンスです。第1球、最初はストレートから持ってきました。低めの球、次はどんなボールを持ってくるか。フライになった。取った。取ってスリーアウトチェンジ。さあホークス、次の攻撃は下位打線からとなります。9回の裏、試合は最終回まで来ました。この回は7番から始まります。松中、最初のボールはまずはインコース。2球目です。今度はまっすぐ。このボールは見送るのが精一杯。アウトコース、フォークで追い込んでいます。さあ4球目、内へのボール打った。一、二塁間へ。一塁へ送ります。アウト。セカンドゴロに終わりました。そして次の8番田村、打席に入ります。最初の1球、まずは初球見送りました。これはストライク。次のボール注目しましょう。三球三振。最後はストレートで空を切らせました。これが今の三振です。打順が変わります。ドウバッターボックスに入ります。初球はボールになりました。決まった。外いっぱい。センターへの打球になりました。しかしこれは守備範囲。取ってスリーアウトチェンジ。9回の裏を終了。ホークス3人で攻撃を終了しています。終わって、ホ
ホークス、ここで4番手ピッチャーに変えます。マルケンボーグ、同点の場面で登場します。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。10回の表、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター、藤村。まずは見送りました。あっと思い切って振ってきました。2対2、依然同点。試合は動きを見せません。低めは外れました。バッティングカウントからの4球目、決まった。外いっぱい、枠をいっぱいに使ってきます。次が5球目、スイングアウト。打順がトップに戻ってきます。坂本、夏川さん、今日要注意のバッターに回ってきました。絶好調ですからね。なんかこういいイメージでね、好調時の雰囲気になってきましたね。今日は3本ですかね、ヒットありますのでね。打席でも自信を持って構えてますからね。最初はボール。変化球、これは外れました。速い球、まっすぐのボール、153キロのストレート。さあ、ここでスリーベースヒットが出るとサイクルヒットということになります。外、これはどうか。さあ、何を見せるか。ボールを追っていきます。強い当たり、追っていきます。深々と破った。ワンバウンド落ちました。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。ツーベースヒット、2打席連続。レフトへのツーベースヒットが飛び出しました。打順が変わります。亀井、勝ち越しの場面で打順が回ってきました。どこに入れてくるんでしょうか。いきなりストレートから来ました。ここは外してきました。2球目はどうか。直球で決めました。148キロです。次が3球目、速球で来ました。次の4球目、まっすぐ打ちました。取った。一塁に送ります。一塁はアウト。ショートゴロに終わっています。勝川さん、これは打球の方向が悪かったですかね。いや、狙いとしては右方向を狙ったんですけどね。そうですよね。いや、セカンドランナーいましたから、せめて進塁打打ってほしかったですね。なるほど、期待に応えたいこの場面。今日のその注目のバッターボックスです。最初の1球、その初球は外のボール。
外、わずかに外れた。1球2球と外へ行きました。3球目はどうする。落ちるボール打ってラインの外、今のはファウルです。このストレートは入りません。これは体に近いところ、このボール球には引っかかりませんでした。あっと三振、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。最後は外、空振り三振です。さあホークス、この後1番から始まります。ジャイアンツ3番手のピッチャーを送ります。久保、同点の場面で登場します。ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。10回の裏、ホークスの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。川崎、最初は変化球できました。そしてストライク。次はどんなボールを持ってくるか。3球で決まった。松川さん、耐えてきましたね。耐えてきましたね。最初の1球、真ん中打ちました。抑えた、1塁へ、アウト、ショートゴロに終わりました。そしてクリーンナップへと続きます。内川、どこから狙うか。外めのボールから来ました。ここは外してきました。どう攻めるのか。膝元への変化球、綺麗に落としてきました。落ちる球で2ストライク目を取りました。外、これは2アウトからのランナーを出します。次のバッターとなります徳保、打席に入ります。当たり、ファーストランナーは二塁ストップ、レフトへのヒットになりました。さあワンヒット、サヨナラのこのチャンス、ホークスファーストランナーを変えてきました。今宮、松川さん、この大事な場面で送ってきましたね。
出番が来ましたね。これでサヨナラのチャンスが大きく近づいてきました。次のバッターを迎えます、カブレラ。この場面でのバッティングはどうでしょうか。初球は1球目狙っていっては当たりません。2球目決まりました。スライダーで追い込んでいます。キャッチャーの要求は今のはボールになります。さあ4球目、外への変化球は決まりません。次が5球目、低い。バッター落ち着いてますね。ですよね。当然ランナーは一斉にスタート。もうフォアボール、フォアボールです。2アウトながら満塁、サヨナラのチャンスを呼び寄せました。さあヒットでサヨナラというこのチャンス、ホークスファーストに代走を送ります。リー・クーシェ、勝川さん、この大事な場面で送ってきましたね。出番が来ましたね。これでサヨナラに結びつけたい場面です。期待に応えたいこの場面、松田、その注目のバッターボックスです。勝川さん、このバッターには一発がありますからね。まあこういう場面でね、どのようなバッティングをするかなんですが、まあホームランを狙うのか、確実にミートをして次につなげるか、これはどっちを選択するんでしょうかね。ですよね。高め、まず内に入れてきました。外への変化球外れました。ここは見送ります。自らピンチを招いています。ストレート、セカンドへの打球、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。春日さん、いや実に惜しい場面でしたね。ここでね、さよならしたかったんですよね。そうですよね。黒木さんは今のバッティングをご覧になっていかがですか。しかし惜しいことをしましたよね。はい、後が続きませんでした。11回の表、ジャイアンツの攻撃、4番からの打順になります。阿部、打席に入ります。初球見送っていきます。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2対2、依然同点のまま試合が落ち着いています。勢いのあるストレート、追い込みました。153キロです。キャッチャーのサインは空振り三振、2者連続、ボールを捉えられませんでした。そしてバッターは5番、高橋由伸、打席に入ります。追っていく、初球から打った、高々と上がっている、伸びるか、大きな打球、頭上を越えていきました。打ったバッターはセカンドへ、ツーベースヒット、右中間へのツーベースになりました。打線の勢いがついてきたか、ランナーが出ます。ランナーが出れば揺さぶりをかけていけますからね。はい、バッテリーも相当神経使わされますね。さあヒットが出ると勝ち越しのチャンス、ジャイアンツ。ここはこの人に任せます、代打です。ジャイアンツベンチはここで勝負に出ました。勝負いきますね。ここで動きがあるかもしれませんね。初球振りません。いや黒木さん、ナイスボールですよね。いい球来ましたね。そうですよね、勢いがありますよね。
ボールが走ってますよ。この後も素晴らしい投球を期待したいです。2球目はどう攻める決めてきます。いやー黒木さん、ナイスボールですよね。ナイスボールですね。そうですよね、気迫のようなものを感じますよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあここからバッターをどう仕留めていくのでしょうか。見送ります。次が4球目。ここはまっすぐ。さあ何を見せるか。このストレートは外れています。まあよく選びましたよね。ですよね。さあフルカウント第6球、ストレート三振。低めの球振らされて三振です。ツーアウトで次のバッターを迎えます。小笠原、ランナー帰れば勝ち越しとなります。どこに出てくるんでしょうか。初球わずかに外れてボール。決めてきました。150キロです。これはストライク。152キロです。抑えた。一塁へ送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。11回の表が終了しています。ジャイアンツ得点はなりませんでした。どこから狙うか。まずはまっすぐから入りました。変化球です。続けてボールになりました。3球目、今のはボールになります。次の4球目、これはスローカー。次が5球目、ここは落とします。フルカウントからの6球目、低め打ちました。ファウルです。一塁線はファウルになります。次はどうする。落ちた。
バットには当たりませんでした。次のバッターに変わります。田村バッターボックスに入ります。初球スライダーできました。ストーンと落としてきました。これも外目に行きました。フォークで追い込みました。次の4球目変化球打ちました。低い当たりになった。ランナーが出る。打順が変わります。どう第1球です。初球外に来ました。ここは1球外します。次のボールはこれは変化球合いません。外へ2球持っていきました。さあ3球目前進前進。ちょっと上がった。ヒットになった。二塁はセーフです。次のバッターを迎えます。川崎得点圏にランナーを置いての打席になります。初球から落としてきました。次の2球目前進前進します。変化球打ってこれはレフトへの打球。ここでヒットが出た。さあバッテリーがマウンド上です。ファーストも行きます。そして2番中村、その注目のバッターボックスです。松川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。初球は手を出しません。2球目です。ボールを追っていきます。これもレフトへ持っていった。落ちるか。どうだどうだ。あーっと抜けた。ワンバウンドヒット。ボールは中継のショートへ。セーフセーフ。さよなら。これが日本一決定の瞬間です。オーク日本一を果たしました。この頂上決戦日本シリーズ最後の最後に日本一が決まりました。何としても成し遂げたかった日本一、まさに今この勝負を送り入れたホークスです。この嬉しさの溢れんばかりのこの表情です。優勝の胴上げです。この監督の表情をご覧いただけるでしょうか。さあ今年のプロ野球も日本一が決まってこれで閉幕です。また来年お会いいたしましょう。それでは優勝の余韻に浸るスタジアムから失礼いたします。さようなら。